いいゲーム、新庄監督、今までこれを勝ち取ってきたんで。31日、日本ハムは DeNA に3対4で敗れた。8回に一時勝ち越す粘りを見せながら最後は逆転負け。新庄監督は、いいゲームでしたけどね、今までこれを勝ち取ってきたんでと、1点差負けに無念の表情。9回、水谷のホームラン性の当たりには、ああいう際どい当たりを打つくらいの力はあると評価しつつも、もう3ミリボールの上。まあ明日、明後日と勝てば全然問題ないし、行きます。土曜、日曜はいずれも4勝5敗、今度は負のデータを覆す。これにネット上では、田中正義が変化球でストライクを取れるようになると良いですね。相手打者は変化球を見送ってボールにしてしまうため、ストレートに狙いを絞っている感じがします。まだまだ成長の余地があるので、これからが楽しみですね。今年は1点差で争うゲームが多くハラハラドキドキ。昨日は悔しい結果ですが、新庄監督の負けた時こそ前向きな表情で選手たちを責めず、気持ちの切り替えを鼓舞する姿はファンの目にも美しい。良いよね、いつも前向きで楽しく試合してる雰囲気な監督だし。選手も萎縮なんかしてる感じないし、何より塁に出たり、良い投球したら真っ先にベンチから手を叩いたり。手を振ったりマジ楽しそうなチームだわ。ソフトバンクとロッテの敗戦を経て、ずるずる負けが積み重なりそうだなと言われていたが、貯金は8で1位とゲーム差は4。これまで負けをうまく糧にしてるし、今シーズンの日ハムはとにかく負けた後が強い。